皆さんおはようございピカブー。さあ始まりましたレッツパチンコ。この番組はパチンコの魅力を世界に広げるために街を歩いている外国人の方に声をかけて一緒にパチンコで楽しんでいただこうという番組です。さあということでね、はい、今回始まりましたけども、はい、皆さん、はい、お知らせがあります。何何、なんとこの番組、はい、今日で最終回でございます。そう、最終回全然惜しくない。初めて聞きました。本当ですか。いやもう絶対知ってたやろ。絶対マジっすか。あの芝居が下手すぎるんですけど、すいません。いろんなね外国人の方にパチンコを広めようということで始まりましたけども、はい、そのミッションがちゃんと遂行されたということで、そうですね、成功しました。まだ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 、いやもう全員世界にパチンコの魅力を伝えれたということで、そうで最終回となります。ありがとうございます。いや本当にサンキュー。ほんまに、まあでもね、終わりってなると悲しいよね、ニック。そうだね、ちょっと悲しいよ、もう。ちょっと泣くなってニック。やだ、もう泣くなってニック。ピカピー。やっぱりか、やっぱりですということで、はい、これもありまして最終回ということで、はい、あの今日はねこの恵比寿橋で本当にいろんな外国人スカウトしましたけど、はい、ここをブラブラしながら思い出を振り返る総集編となっております。いいですね。じゃあ早速ね、上を向いて歩こう。こんな感じで今日も総集編でいきたいと思います。涙がこぼれない。日本が誇るエンターテインメントパチンコ、その魅力を世界に広めるというミッションに取り組んだ世界初のテレビ番組レッツパチンコ。宇宙く外国人をいきなりスカウトしてパチンコに連れていくと、その楽しさは国境の壁を越え、国籍性別を問わず全ての人々を魅了した。今回はミッション完了報告。ミッションを完了したのはアメリカ出身お笑い芸人タイムボムニックと、パチンコ来大会の異端児山のキング。ミッション完了っていうけど、パチンコの楽しさ世界に届いたの？レッツパチンコ振り返りスペシャル。外国人をいつもスカウトした場所といえば、グリコ看板前の恵比寿橋。ここでいろんな国の人と出会いました。サウスアフリカ、あのサウスアフリカ、これ衝撃。ヤマキン、ニック、アンズ、覚えてるかな。いや懐かしいな、本当にここでね、もう本当にいろんな外国人からスカウトしましたけど、はい、なんか思い出に残る人とかいる？私あの親子で女の子が、お嬢さんがめっちゃ当てまくった。お父さんがよう喋るお父さんで、そうです、お父さんが言うことに爆笑する娘、はい、そうなんです、可愛かったよね、あの子ね。懐かしいな。あ、ヤマケンさんは？俺あのね、あのスカウトはできなかったんですけど、メキシコのスターの2人が、あ、いましたね、あれ本当にスターだったらしいね、メキシコでは。大スターがここにいて、その方にねインタビューできたっていうのちょっとね、思い出にあります。懐かしいな、本当に。であの女の人2人組、はい、英会話の先生のスロット一緒に打った、はい、覚えてないやろ、覚えてない、覚えてないやろ、ニック。ニック覚えてる人いる、誰か。誰、はい、誰だっけ。あ、覚えてるよ、あの二人の韓国人の可愛い子。あ、可愛い子ね。ニックがもう浮かれちゃって思ってたからね、珍しく。そうですよ、たこ焼き、たこ焼き食べろっつってね。そうだそうだそうだ、ね、本当にいろんな方をスカウトしました、はい、このグリコの前でね。そうです ね、 ね、スカウトしましたよ。そうですね、悲しい、悲しいね、悲しい。アメリカ村とかでも始めたりしたの。あ、そうだね。恵比寿橋以外にもアメリカ村や黒門市場、通天閣などなど、大阪の観光名所でスカウトにチャレンジしました。さあ今回は通天閣に来ております。いや東京、 Do you wanna try it? Yes. おー、乗ってくれました。Yes! 優しい。いや今日はですね、港町リバープレイスに来ております。おしゃれ、おしゃれ。 You guys here today? Well, we're here all day, yeah. アメリカ村で、あのバーテンダーの、うん、アメリカ人、ニュージャージー州のアメリカ人と一緒にスカウトしたんですね。覚えてない、覚えてる、覚えてる、覚えてる、一緒にね、はい、スカウトしてもらってね、はいはい、そうですね、やったけども、あと、通天閣、うん、上に、
日本語がうまいアメリカ人、ね、はいはい、通天閣も行ったね、はい、いろんな大阪のいろんなところでスカウトしてきましたけど、ちょっと写真撮られてるから、そうなのよ、ニックがねここで逃げた。俺は初めて登場した時のニック、この時は普通の T シャツ姿でしたが、どんどん面白ファッションがエスカレート。何してんのニック、たこ焼き、ニック、ニックがまたいない、もどこ行ったニック、ヘイ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 、 I am American。 ちょっとキティ、はい、なんで車を運転してる時にテキーラ飲んじゃいけないかわかる、そりゃ飲酒運転になるからね、違うよ、テキーラこぼすかもしれないから。なんてまたですよ、またニックがいないのよ、どこ行ったニック、ね、ニックいつもいない、ニックなんかジングルベルジングルベルジングルオールウェイ、ホーホーホーメリークリスマス、怖い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 、ダッシングトゥーザスノー、ニック、ニック、陽気にも程がある、ホー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 メリークリスマス、ジングルベルジングルベルジングルオールウェイ、ホー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 、 What fun it is to ride in a one horse open sleigh、 ニック、気すんだ、メリークリスマス。Ladies and gentlemen, Happy New Year! すいません、はい、すいません、ちょっと困った人がいます、どうした、ちょっと待って、下から行こうか、はい、こう来まして、はい、こう来まして、これ何、まずバレンタインだったでしょ、え、バレンタインだよ、チョコの匂いがやばい、さっきから横から。このハイテンションにつられてついてきた外国人もいたかもね。続いてアローナンバーヒップスにやってきた3人。さあアローナンバーヒップスに来ました、はい、ここでもたくさんね打ってもらいましたよね、いろいろ ね、 ね、 ましたね、なんか覚えてますか、アローでの実践、多分一番最初じゃないですか、ここね一番最初、そうなんです、南アフリカの美人の姉妹、はいはい、ね、楽しかったな、楽しかった、あとフィリピンのね、あーね、人2人 で、 ね、ね、映画をやめてわざわざ来てくれたやつですね、そうだ、映画をね見に行くって言ってたのをやめてね、一緒にパチンコ打ってくれましたけど、はい、ね、クリスマスの時もね、イケメンがサンタさんの帽子をかぶってくれてね、二人のオーストラリア人がお酒が好きだった、はい、イケメン覚えてるよ ね、はい、ね、イケメンを覚えてますよ間違いなく、記念すべき第1回放送でスカウトしたのは南アフリカ出身の美人姉妹、妹さんが大当たり連発、あーああ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 あ、大当たり、素晴らしい、ガロー、大当たり、この様子にお姉ちゃんは just been destroyed. Actually, funny enough, she always wins everything. 続いてサンタ帽をかぶって参加したのはイケメン2人、 you wanna keep your hand on that? あ、出た出た、鳥が来た、鳥が来た、撃て、何や、なんと限界突破、レムちゃんを満喫してくれました、いや本当15ラウンドばっかり、すごい、 I need another try、 ダミアンやるね本当、フィリピンから来た2人は CR ガンツにチャレンジ、なんと超ガンツボーナスを引いて、その後エキストラ51ラウンドという引きの強さを見せてくれました、あーほら、来た来た、超ガンツボーナス、超ガンツボーナス、大事な球だから、すげー、超ヘビー、もうこれは教えることがなくなりました、こんだけ出されると教えることがもうありません、アローな庭でもね、いろいろ ね、うん、ね、楽しみましたよ ね、 アローな庭、ほら韓国のそれこそ
そうだ、美女2人、あ、美女2人ですね。あの子ほんと可愛かったよね。可愛かったあの2人はずっと写真撮ってた。ただ韓国語がね、あんまり分からない、分からなくてできない中ずっとカンペにいろんなこと書いてでも終わった後はすごい楽しかったって言ってましたね。楽しかったな。パチンコの魅力が伝わったんじゃないかなと思いますけども。アロー何話でも外国人が楽しみました。ニューヨークから来たバーテンダーのデビッドは CR 新北斗無双にチャレンジ。あ、2人当たんないのに横のお兄さん当たっちゃった。ニックじゃなくてニックの横のお兄さんが当たり、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。激アツが表示された後、キリンがラケット。やったー、おめでとう。見事大当たり。韓国から来たかわいいジーアンとイーリャン、ヤマキン、ニックもメロメロ。あーダメダメ、ほんとマジ、おーノーノー、アイゴーアイゴーやったー、やった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 。お次はマルハンにやってきました。さあこちらのマルハンナンバ本館でもね、ねいろんな思い出がありましたよね。メモリ半端ないな。マルハンといえばね、生まれたじゃないですか、ね、海物語で、はい、スクールオブフィッシュだよ。そう、魚群の厚さをね外国人の方に、スクールオブフィッシュっていうね、はい、魚群は英語でスクールオブフィッシュなんでしょ。スクール、はい、スクールオブフィッシュだよ。泣きながらさ発音のダメ出しやめてくれる。本当本当にね、いろんな方打っていただきまして、はい、あの残念残念、レッツパチンコ名物外れた時の残念をね、筋肉が半端ない、覚えてもらいました。フランスに住んでるベトナム人バナットは日本人の友人ヨシと CR スーパー海物語 in 沖縄4を楽しみました。スーパー行きました。スーパー行こう。よし、おーすごい、すごい、日本人のヨシは大当たりしましたが、残念残念じゃね。なぜかマルハンでは日本人と一緒の人ばかり。ニュージーランドのブレンダンも友達の元さんとパチンコを楽しみました。わー、やったAll right. Oh, I love pachinko. Oh, yeah. Oh, rainbow, rainbow. Come on, come on, come on. Oh, SP 入りますね。 Yeah. 素晴らしい。わあ、シングパイ。ゲット。オープンパン。SP 突入だけでなく、プレミアムキリンズ柄など、ヤマキンもびっくりの大活躍。一、あ、ラッキーセブン、すごい、ヤマキン、ドマイ、ドマイ、ドマイ、パチンコの天才がここにいましたね。パチンコの天才が、 We're having fun over here, right? You're winning! High five! Yeah! High five! ドマー、練習はバッチリ。デンマークから来たアンドレアスとオリバー。オリバーはなんと日本人とのクォーター。こちらも日本と縁がありました。なんと日本人のおばあちゃんも応援に駆けつけ、その甲斐あってか大当たりゲット。来たよ、来たよ、来たよ、まだ当たらない、あなたいや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 ストップ、あYou won again. You won again.
ボーナス。イエーイ。打たないと、打たないと。いろいろね、はい、ありましたね。ありました。もう考えるたびに泣きそうになっちゃうから。あら、またニックが、またニックが。スクラッピーし。やっぱりキレが悪かったけど。ニックそれよりさ。うん、目の前にさ、かっこいい3人いるね。かっこいい外国人の3人組がいるのよ。ちょっとスカウトします。ちょっとさ、パチンコ、スカウトしましょう。ちょっとさ、最後に話しかけてみない？ Hello. Hello. Can we interview you guys for TV? Really fast? Okay. Is that okay? かっこいいですね。 Where are you guys from? England. 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 ああ、イギリスっぽいですね。そうですね。パチンコ知ってるか、最後の頃。 Do you guys know Pachinko? Have you ever played Pachinko? No. Never? Yeah, yeah, yeah. Have you ever played it? No, I've seen a million times. You should try it. You have to try it one time. There's one right here. There's one over there. いろんなパチンコあるから。ね。そう、あの時間あったらぜひパチンコ楽しんでみてください。You guys have time, try it. While you're in Japan. It's fun. Try it. Okay. Thanks so much, guys. Okay. Bye bye. Thank you. 今日は残念ながら一緒に打てないけどね。スカウトしたかったよ。泣くなって。泣くなって。さあ、続いてやってきたのは天王寺のスロット専門店プラチナムファイブ。いや、俺の大好きなプラチナムファイブにやってきました。それ絶対可愛いスタッフがいるからでしょ。いっぱいいる。可愛いスタッフにいつもね、ニヤニヤメロメロしちゃって本当に。いいメモリーばっかりですよ。まあここでもいろんなね、外国人の方と一緒にね、行きましたけども、なんか思い出ありますか？あの通天閣の下でスカウトした夫婦、一緒にあの串カツ食べた。そう、車で日本全国を回ってるっていう。はい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 、はい、ね。すごいよね。ちなみに夫婦って英語ではなんていうの？カップル、まあ、メリーカップル、カップルでいいの？結婚カップル、メリーカップル。英語の勉強にもなりますよ。そうですよ、ね、その他に英会話の先生も。あ、いましたね。いた。陽気のね。女性二人な、陽気の。めっちゃ笑ってたでしょ。そうそうそう、まあ、いろんな方がね、こちらスロット専門店なんでね、スロット一緒に打ちましたね。ね、本当に楽しかったね。楽しかった。プラチナムファイブでは女性が大活躍。日本をレンタカーで縦断している途中のマーティンとナターシャ。ナターシャがビッグボーナスを連発し大興奮。ナターシャ、ナターシャ、チャンス。え、お、はい。ナターシャ。やったね。やったね。You did it. Congratulations. You win. I have no idea. やったね。当たったよ、また。 I have no idea how I did that, but... こちらは陽気な英会話の先生、ローレンとスーザン。 OK。 How do you do? OK。 OK。 太陽、太陽がいれば。太陽。あ、乗ってない、乗ってない。No! No! OK、OK。まだまだ、まだまだ大丈夫。まだ大丈夫。ローレン、ローレン、あー、いたー、大丈夫。ボーナス、ボーナス、ボーナス。ローレン、you sound like a bachelor。とにかく最初から最後まで大はしゃぎでした。名古屋で英会話の先生をしているフォレストと彼女のケルシー。ここでも彼女さんが大発数。ゼロ、ウィン、ユウィン、ウィン、ウィン。違う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 、こっちに勝ったよ。フェイス、フェイス、あ、ゲイ、花火、あ、ビッグチャンス、ファイヤー、ビッグチャンス、ビッグチャンス。花火、花火、花火、ジャパニーズ花火。ファイアワーク、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 ビッグチャンス。Did you win? I don't know. Fireworks! バジリスク3を心ゆくまで楽しみました。オーストラリアのメルボルンからやってきた翻訳中のアレックスとジャクリーン。 OK, OK. あら、oh, oh, 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 oh. Your machine's really hot right now. Oh, oh, oh. You won, you won. You're in bonus mode.彼女が引いたボーナスを。頑
将来の旦那様が見事目押し。二人の初めての共同作業を見せてくれました。実はですね、アレックス勝ったんですけど、はい、彼女にこれをプレゼントするということで、優しい、優しいカメラをね、逆に逆に、最後にやってきたのは123ナンバ店。ハロー、いやー123ナンバ、うん、ね、ここでもね、いろんな人に打ってもらいました、はい、旦那さんの用事を待ってる間に来てくれて、うん、ちょっと結果は出せなかったんですけど、ヤマキンさんがのパンダ焼きをねプレゼント。あ、パンダ焼き、そうパチンコも覚えてもらって、パンダ焼きも頼んでもらって、はいはい、あ、そう、あの旦那さんの誕生日ね、うん、そう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 、すごい優しかった、優しかった、いやーね、いろんな人いた、ね、あと、ね、お寿司を食べに行くところを捕まえて、あ、体の大きな、そう、ね、見ましたね、いろんな方にね、懐かしい、また見つかる、思い出すとすぐ泣いちゃうから、コッペパン、やっぱりだ。サムエを着てパチンコを打ってくれたのは、オーストラリアのシンさんと奥さんのジェイミー。イエーイ、ワンイエーイ、オーケー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 、台湾からは有名コスプレイヤーも参戦。あの写真集をあげますから交換してもらえますか。なんで、あ、いいよ、なんで、いいよ、いいよ、いいよ、ちょっと待って、ちょっと待って、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 あの、それは認めないけど写真集は見る、写真集は見して、ちょっとニック見して、ちょっと皆さん、うわーうわーうわー、すごい、ちょっと、あの、もらっていいですか、これ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、あら、当たってる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 、ごめん、ごめん、はい、こう、ごめん、ちょっと写真集に夢中だった。すごい、すごいね、これ、やばいね、咲かせてあげる、お、血のバラ、ちょっと、2歳のダメだってんの、ダメだって、いいよ、大丈夫だ、ダメだって、これさ、あずみちゃん、海で撮ったの、日本、日本、日本で、日本の海、あ、そうなんだ、あの、コーナー、うん、あの、鎌倉、鎌倉で撮ったんだ、へぇ、はい、これは何かのキャラクターなの、いや、これは韓国、韓国、コリアン、ガクトのコスプレというアイコーが CR 花の刑事戦で大連ちゃんを見せてくれました。アイコー666、アイコービッグボーナス、ギターの人気戻した、滋賀県に住んでるラッセルと一緒にスカウトしたのはカンボジア在住のジョセフと娘のリアちゃん。We know something about it, yes. Okay. これプッシュね。プッシュ。Okay. ラッセルとジョセフのバトルでしたが、最初に大当たりしたのはなんとバトルとは関係のないリアちゃん。当たった。リア、you won. リアちゃん当たった。リアちゃんが当たった。リアちゃんが当たった。リアちゃんが当たった。いやいや。もうパパが何も起きないんだよ、パパがとにかく、ね、もうリアが心配で見つめちゃってるもん、もう優しい、ね、いい関係だよね、ね、これでも2人で旅行してんだよ、ね、羨ましい、めっちゃいい、やっつけろ、やっつけろ、来た、ガロケン、ヘッドショーツ、当たった、当たった、ビッグボーナス、やった、最後はラッセルが勝利しました。こちらロシアから来たハードロック好きのトミトリーさん、収録を見ていて楽しそうだと自ら参加。フォード、じゃあお名前は、お名前は、 What's your name? ディミトリー、ディミトリー、 OK、 フォード、ディミトリー、まさかの展開、あ、チェリー、帰ります、バン、あ、バン、お、お、あ、源之助に会えた、ちゃう、ちょ、ちょ、ちょ、You're lucky, you're... OK, 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 なんだ、ちゃうの、あ、バラボー、ボーナス、チャンス、ボーナ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 ス、
ック好きだけにバジリスクの音楽にヘッドバンキング。ヘッドバンキングしてるからノリノリダンスダンスビッグチャンス1、2、3さあ、あ、ストップ。さあ、ART ストップ7、 OK。 ART をね、ストップしました。いやー、レッツパチンコは本当に楽しかったね。楽しかった。アンちゃんどう？私はやっぱりレッツパチンコの藤子ちゃんとレッツパチンコのマリンちゃんとして有名だったんで、その任務を果たして、あの勝利の女神としてね、魅力を広めれたんじゃないかなと思います。山木さんは？僕はね、やっぱり日本の文化パチンコをね、もっともっと世界の人に知ってもらって、皆さんもね、打ってもらいたいなと思いますね。はい、Everybody, if you come to Japan, you gotta check out パチンコということで、また会う日まで、レッツパチンコ。